部活応援トコワカアスリート、いつまでも若々しくひたむきにスポーツに汗を流す運動部の高校生たち。この番組はそんな三重県内の若いアスリートを紹介し応援していきます。この番組はポカリスエットと ご覧の各社の協賛でお送りします。三重テレビアナウンサーの柏木達也です。今日のとこわかアスリートの舞台はいなべ市にあるいなべ総合学園高校です。こちら校門の前には緑、田園風景が広がっていて非常にのどかです。また静かなので勉強や部活動にも集中しやすい環境なのではないでしょうか。それでは早速行ってみようと思います。今回お邪魔したのは三重県いなべ市にあるいなべ総合学園高校。大正11年に農学校として開校し、平成13年に現在の校名に変更。100年を超える歴史を持つ学校です。さあ体育館にやってきました。今回紹介する運動部の皆さんがこちらで練習されているということです。今回のとこわかアスリートはレスリング部の皆さんです。部の歴史は平成元年から。現在は三重県も代表するチームとして数々の全国大会で輝かしい成績を収め、世界を目標として戦っています。現在あの吉田沙保里選手の連勝記録を塗り替え記録を伸ばし続けている藤波朱理選手も2年前までこのマットで汗を流していました。いやもう皆さんそれぞれの一つ一つの動きがすごく速くて迫力があります。でまたすごいこう一言も喋らず静かに練習されていて、それぞれの目標に向かって真剣に練習している姿がこちらにも伝わってきます。ではここでレスリングはどういうスポーツでどういうルールがあるのかを教えていただきたいと思います。今回レスリングについて教えてくれるのは小塚選手と中西選手。レスリングはだいたい3分2ラウンド3分2ラウンドで行う得点を競い合うスポーツです。試合の勝敗っていうところはどういうところがポイントで言うと。レスリングは肩をつけて、そのまま1秒間、抑えるとフォール勝ちっていうのと、最終的に10点差ついて勝つというテクニカルホール勝ちっていうのがこの2種類があります。相手から1ポイント取るためにはどういうふうにすればいいんでしょうか。主に相手を押し出したりすることで1点が入ります。大体こうバットをつくと2点が入ったり、こう、はい、こうおーおーおーおおおお返すと2点が、あこう一回転で2点。そしてこれが4ポイントを取る技。すごい迫力。今のはどこが4点のポイントになるんですか。相手を持ち上げたりして背中から落とすと4点になります。はあ、じゃあ最後に5点の技も教えていただいていいですか。相手が下になっている時とかから、はい、お持ち上げてそのまま綺麗に背中から落とすと5点になったり5点が入ったりもします。なるほど。それではレスリング部の皆さんにお話を聞いていきたいと思います。ではすいません、ちょっとお話を聞いてもいいですか。僕は普通にタック、普通のタックルで倒した時です。組んで、おお。僕も同じタックルですけど、ただその前に組み手をちょっと入れたりだったりです。タックルの前の組み手がポイントだということです。おお、
ちなみに今のタックル何ポイントになるんですか、試合では。4ポイントです。4ポイント。10ポイント取ったら勝ちっていうことで、じゃあもう結構大きいんじゃないですか。はい。僕はやっぱ高校で一番の大舞台のインターハイで、優勝することを目指してやっています。僕も個人でも優勝はもちろんですけど、団体戦で優勝に貢献できるように頑張りたいと思います。続いては2年生にお話を聞いてみます。2人はいつからあのレスリングを始めたんですか。僕は小学校1年生からです。僕は小学校3年生から。今までこう怪我したりとか怖い思いしたこととかなかった、はい、手首骨折とか、まあ、大体練習終わるときはどっか痛いとかがあります。僕も何回も何回も怪我してて、膝の手術とかもしたりしてるんで。ここだけの話、レスリング嫌だなとか、はい、もうちょっとやめようかなって思ったこととかなかったの。はあったんですけど、まあ、なんでか分かんないですけど続けてたんです。僕も少したまあったんですけど、今は全然そんなこと思ってないです。激しく動き回る選手たち、そんな選手一人一人を厳しい目で追うのがコーチの中田さんです。こう指導していて、この今のチームっていうのはいかがですか。非常に真面目ですね、一番はやっぱりこう真面目だなっていうのが今の印象で、そこがまあ彼らの一番いいところかなと思います。どうやったら強くなれるんだろうっていうのをもっともっと自分で考えさせるような指導を意識しています。まずは目の前にある新人戦東海でのチャンピオン、必ず1枚になるっていうところ でそこで、勝ち上がれば今度全国大会があるんで、全国選抜で、ここもチャンピオン狙って、まずは東海ですけど、そこをしっかり勝ち切って、選抜でどこまでいけるかっていうのを試したいと思います。はい、私もまだまだ新人のアナウンサーですから、体力には自信があるんですけれども、先生何かこう怪我しないような素人でもできそうな練習っていうのはありますかね。今回やるのは本当に一番基本、どのレスラーも最初に学ぶ両足タックルっていうのをやりたいと思うんですけど。両足タックル、はい、はい、まずはタックルのお手本を。おお。それでは柏木アナのチャレンジです。ありがとうございます。タックルです。一度タックルするだけで本当にもう汗をかくような感じで、これをずっと1時間2時間やられてる選手もさすがだなという感じがします。これがコーチからお墨付きをもらった渾身のタックル。一応ですね、私も今までスポーツしてきました、体重差もありますから、そう簡単にはタックル倒されないんじゃないかなと思ってますんで。おおおおおおちょっとちょっと、私65キロですよ、10キロ差あるんですけど、もう一度上げられたらもうどうにもできないですね。普段の試合でやるタックルを10とすると、今どれくらいの力でやりました。今は 3ぐらいですね。恐るべし稲部総合学園レスリング部です。稲部総合学園高校レスリング部のマットで黙々と練習に励む選手たち、その中でひときわ大柄な選手がいました。キャプテン神谷達希選手、4歳の時から経験も積んできていて、現在は71キロ級で輝かしい結果を残している選手です。始めたきっかけって覚えてますか。僕お兄ちゃんがいて、まずお兄ちゃんがレスリングをしていて、でそれを見て楽しそうだなと思ってやり始めました。今年全国大会で優勝されたというお話を聞きました。全国大会で優勝した時はどう思いましたか。やっと勝てたなみたいな思いました。世界で活躍していくために今後どういったことをしていきますか。きつい練習もしっかりこなしていきたいです。戦いの世界にいながら優しい表情のキャプテンをマネージャーたちはこんな風に見ています。友達とかでもなんか、いや神谷君かっこいいよねみたいな、頑張ってるよねみたいな結構言われるので、マネージャーとしても結構自慢な存在ではあります。こう話しかけてくれたりとか、分かんないこととかって聞いても結構すぐになんか優しく分かりやすく伝えてくれるので、結構頼りにしてます。OB OG の選手たちに負けないように
いなべからどんどん世界を取る人が増えるように頑張りたいです。この番組はポカリスエットと ご覧の各社の協賛でお送りしました。とこわかことのは、いなべ総合学園高校レスリング部の信念を色紙に書いてもらいました。トップクラスの実力を誇るチームは一体どんなことの葉を残すのでしょうか。僕が書いたのは世界制覇です。これを書いた理由は OB、OG の選手たちのように活躍したいからです。いなべ総合学園レスリング部、せーの、世界制覇。おとてつもなく高い目標、世界制覇。でも彼らを見ていると夢ではないような気がしてきます。次回は津商業高校女子バレーボール部、春高バレー予選直前、大会への熱い思いを語ってもらいました。お楽しみに。